あの遠くに見えるのが今回の目的となる街なのかな。いや、もう少し遠い場所だよ。到着まで少々時間がかかるが、着いたら今回の任務の詳細を説明するよ。ありがとう、レクス。それまで、もうしばらくは移動中、雑談タイムだ。空港で会ってから、ろくに話もできていないからな。まあ、誰に聞かれるかわからない、なんて言っても、ご覧の通り車内はガラガラ。適当に注意すれば問題はないだろう。もう、レクスってば。慌ただしい移動が続いて、少し疲れちゃった。夜の方が仕事がはかどるなんて、変わってないな、この子の悪い癖。眠いならわざわざ迎えに来てくれなくてもいいのに。かぐやはもう着いたかな。ああ、あれなら大丈夫だろう。織江よりよほどしっかりしている。私だってかなりしっかりしてるでしょ。久しぶりなんだからレクスと会ってからでもいいのにねえ。そういうところがかぐやらしい。いいじゃないか。そのうち嫌でも顔を合わせることになるんだ。それはそうだけど。自体は後でレクスが何とかしてくれるって言ってたから、連絡はその後でいいか。あっちも慌ただしいだろうし。ごめんね、かぐや。今回の任務、特に心配なことが多いけど大丈夫かな。生活、情報収集、上層部は私に何をしろって言ってるのよ。もう、そう困った声を出すな。上だってお前に期待をしているからこそ、こうした様々な任務を任せているのだから。我らリヒトクライスの誇るフィフスイグゼクター、オリエ・バラーディアにな。もう、そういう聞こえのいいことばっかり言って。
どれどれ、マル秘潜入マニュアルっと。これを見ておけばいいんだっけ。そうだな。まあ当たり前のことしか書かれていないからしっかり読まずとも大体 OK だが、お嬢様校からの編入という点だけ重ね重ね注意してくれ。うん、わかった。上品に振る舞うのって苦手なのよね。オリエはおとなしくしてさえいればそれだけでどうにでもなる範疇じゃないか。問題ない。リヒトクライスっていうと大抵お嬢様みたいに裕福なイメージを持たれるんだよね。私に限らずみんなそんなことないから戸惑っちゃうのよね、このエレガントに振る舞えっていう設定。どうした、人の顔をジロジロ見て視線に慈しみを感じる。再会の喜びをまだ噛みしめているのか。全然違います。レックスってさ。なんだ。うん、なんでもない。優雅な振る舞い望むところよって練習してみただけ。ああ、穏やかでとてもいい表情だと思うぞ。今まで任務で通ったような上品なところと違ってごく普通の学校だからな。良くも悪くも楽しんでもらいたいものだよ。超がつくお嬢様学校からの交換留学生という設定になっている。周りもそういう目で見るだろうからふさわしい振る舞いを頼む。なんで超なんて無駄にハードル上げるのよ。もう。校舎も机も割とボロボロだし、設備も古い。お嬢様校には程遠いような学校だったんだけどね。ああ。外観だけはそれらしく綺麗に飾られてたかな。けど悲しいことにこの国での認知度は今一つなんだよね。それにふさわしいものとして見られるよう頑張るけど、リヒトクライスのイメージを裏切らないようにするのも大変だね。そうだな。その辺は夢を売る仕事と変わりはない。我々は正義の財団、弱気を救うことに嘘偽りはないしな。聖なる光を売る仕事、それでいいじゃないか。弱き者を救う正義の財団か。そうだね。
も、この辺はちょっと上には聞きづらいところなんだよね。意外に闇が深そうな話題な気がして。それに、女同士って気楽だよねって雰囲気の組織だし。ねえ、レクス。女の子同士だし、気楽だよね。ん？私は別に、織江が男でも気楽だけど。どうしたんだ、突然。リヒトクライスの内部構成のことか？うん、そんなところ。正義の組織、その裏の顔。女の子ばっかりの怪物を退治する集団って。学校で話しちゃダメなこと考えてたら、こんがらがってきちゃった。裏であるこっちのことは一切話す必要がないからな。普通にお嬢様校から来た超お嬢様でいい。余計な設定を付け加えるとボロが出るぞ。ずっと女子校通いだったというのはもっと前面に出していい設定だな。あながち嘘でもないし、織江が男子に免疫がない理由にもってこいだ。何よ、免疫くらい少しはないかも。リヒトクライスってなんでこんな大きな財団になっちゃったんだろう。アーデルハイト様、商売上手だったのかな。それはわからないな。一つ言えるのは運の要素が大きいだろう。もともとうちは大昔に作られた虚無退治としての組織が始まり、織江だってそのことは知っているだろう。うん。虚無を借り、異端と対峙し、そういう荒事を重ねていくうちに、それら活動自体をボランティア、慈善事業というほかなかったんだろうな。そしてそこに、夜の魔物を退治するということから、光、正義みたいな言葉、印象が重なっていった。夜のことは決して表沙汰にせずに、な。そしたらどうだ。光の慈善団体という綺麗なイメージ。大人気さ。人々の共感を呼び、あとはそれが元となり、大きく成長した。詳細はそんなに必要ない。外れたことをしなければいい。簡単に言っているが、もちろん誰にでもできることではない。もう一度やろうとしてもうまくはいかない。だから運だった、と言っている。アーデルハイト様ご自身の運命なんだろうね、これも。ああ、運であろうと大きく育つのはいいことだ。虚無を倒したり、異端者同士で争うだけでは生活できない。経済活動をし、組織を維持するのも大事なことだ。この地、日本にもかつて虚無退治で有名な一族がいたらしいが、閉ざされた貧しい経済状況のせいで、今では絶滅の一途をたどっているらしいしな。そんな組織がやっぱりあるんだね。長い歴史、世界規模で見れば他にいくつもあるだろうな。理想だけでは食えない。食えねば理想は作れない。子供たちには聞かせられない社会の真相、残酷な現実だ。そうだよね。それじゃあ虚無の牙から人々は守れない。生きていく手段を確保するのは大事なことだよね。当然だ。手に入れた権限の知識と武力、生きる手段としてそれを行使するという道もあっただろう。しかしそれをしなかったのはアーデルハイト様の判断だからな。そんな未来だったら嫌だね。名だたる財団ではあるが、リヒトクライスはそういった黒い話は耳にすることがない。
これは誇らしいことだ。とは言っても、私たちのような末端にはそういった話が伝わってこないだけなのかもしれないからね。そういうこともあり得るな。イグジスなんていうこんな魔法のような特殊能力を保持しているんだ。上層部では相応の黒い話、社会的な取引があってもおかしくはないだよね。けどそうであろうと、それは組織維持のため仕方ないことなのだろう。道徳や仁義、人の道に反するような悪いことをしているのでなければ程度論だが、それは許容せざるを得まい。それが我らのレベルへ聞こえてこないのであれば、許容値であると判断するのが適切だろう。ひどい話であれば自然と漏れ聞こえてくるさ。うん。そんなこと絶対にないって信じているけれど。本当大丈夫かな。平気だろう。織江は意外とドジなところがあるからバレる心配がゼロだとは言わないが。さらりとひどいこと言わないでよ、レックス。いくつもの修羅場をくぐってきた織江様じゃないか。今度だって大丈夫だよ。どうしたんだ？今回は随分と気弱だな。いつも通りにしてれば大丈夫。もうどうでもいいことで考えすぎちゃってるな。風が気持ちいいな。おい、織江、あんまり大きく開けないでくれ。書類が飛んで。すると生き返るな。ババ臭い。言わないでよ。自分でもちょっと思ってたんだから。このままのんびりと旅行にでも行きたいな。織江は割と世界中をあちこち駆け回ってるじゃないか。ああいうのは旅行とは言わないんです。ゆっくり観光とか出先でおしゃべりとか思い出作りをしたいんです。
で日本にか。この地への任務、戻ってこれたこと、私なんだかんだですごく嬉しいのかな。知らない場所、見慣れない風景に戸惑いはあるけど、ほんのちょっと懐かしくも感じてる。今回の任務が落ち着いたら、少し時間をもらってこの国を見て回ろうかな。けど今日がいい天気でよかった。初日が大雨じゃなんだかいろいろ台無しだもんね。集中してるようだし、多分到着には気づいてないよね。レックス、そろそろ到着の時間じゃない？降りる準備しなきゃ。ああ、そうだな。仕事に集中してうっかりしていた。そういえばそんな時間だ。移動中の方が仕事がはかどる気がするな。ずっと移動していようか。ダメです、降りなさい。さて織江、準備は OK か？忘れ物はないか？子供じゃないんだからそんなのないって。レックスの方こそ仕事道具の詰まったカバンなんか忘れないでよ。それは冗談にならないからやめてくれ。行こうか。うん。さあ、これ以上悩んでも仕方ない。行くよ、原田織江。ここが私の次の任務、その舞台となる街。これから始まるのはただの任務だけじゃない。私自身の戦いでもある。その第一歩を、今ここに踏み出そう。から出てたからここで合ってるはず。うん、間違いない。ここからの道のりならそんなマニュアルは不要だよ。私についてきてくれ。ああ、そうだったね。よし、それじゃ行こうか。まずは。まずは？お腹は空いているか？それなりにってとこかな。そうか。なら立ち話もなんだし、少し歩いて場所を移そう。近くにケーキの美味しいカフェがあるんだ。さすがレクス様、話がわかってる。なら行こう。
少し歩くぞ。デザインにはすごく気を配るのに、この国の景観には品のない看板が多すぎるのよね。ああ、一見西洋好きに見えるが、こういうところはアジアの一国だと認識させられる。さっきから気になってたんだけど、レクス、その制服ってもしかしてうちの学校の？ああ、そうだ。なかなかに可愛らしく動きやすいものだぞ。レクスがそれを着ているの？ああ、試作品として作られたものが余っていてな。オリエに渡してから不明点を聞かれて返答できないのも困るので、テストを兼ねて自分でしばらく着ていようかとな。ジャージや下着姿で仕事をしているのもなかなか苦情が多かったのでな。すごく仕事してるっぽく見えると好評だった。制服だけどスカート短いな。なんだか落ち着かなそう。はあ、日本の学校のこういうところって馴染まないな。そうだな。しかし個人的な意見なんだが、うちの服装は全体的にスカートが長すぎると思う。短いと不安でしょ？見えていいのを身につけてたとしてもさ。おいおい、ミカに至っては超動きやすいパンツスタイルだぞ。君のあのロング丈ではいろいろと引っかかったり、特に戦闘行動に支障が出るのではないかと常に思うのだが。動きやすさも大事だけど、清楚たるイメージの問題です。オリエらしいな。まあある程度選べるのだし、おのおのがしっくりとくる服を着るのが一番だろう。君の制服は滞在予定の部屋に置いてある。後で寸法が間違ってないか確認してくれ。丈は問題ないはずだ。もう意地悪しないでよ。短いスカートも可愛いから好きだってば。短すぎなければさて、目当ての店に着いたぞ。そこだ。メニューがいっぱい、楽しみだろ。
では入ろうか。二人だ。織江、奥の席じゃなくてそこの窓際でいいか。うん、レクスが選んでいいよ。織江、そこの席でいいそうだ。どうした？うん、なんでもない。レクスが気にしている様子はない。単に気づいてない。外から偶然私たちを見てた人の気配だったのかな。さて、今回の任務のこと、一通り聞いているのか？細部は現地でレクスに聞けって言われたけど、一通り全容は聞いた。そうか。それじゃあ確認も兼ね、改めて流して話すが。我らリヒトクライスは大昔、日本に進出するべく半ば強引にこの地へと攻め入ったらしいが、当時のこの土地の虚無人、今で言うインバースに返り討ちにあった。それ以来この地は特別な場所として干渉せずということだったそうだが、最近、特にここ一年の間に起きたイグジスによるものと思われる事件の増加は目に余るものがある。それで私たちが派遣されたんでしょ？解決せずとも解明せよってね。
大体そんなところだな。この国、この付近の土地では我々リヒトクライスの権威は及ばない。権威どころか名前も知らない。ハンバーガー屋くらいにしか思わないものも多いだろう。あリヒトクライスだとお店の名前みたいに聞こえちゃうかもね。まあそんな感じだ。能力者であるなら名を知る者も多少いるだろう。この点は改めて注意することだ。了解。次に生活に関してだが、支部付近に部屋を借りている。織江にはしばらくそこで生活をしてもらうことになる。ええ、ありがとう。支部のみんなが近くにいるだけで心強い。比較的広い部屋を借りておいたから、私も可能であれば、機関内はそこで一緒に暮らしたいのだがな。できる限りのサポートはしよう。気兼ねなく言ってくれ。うん。まあ、異文化圏ってわけじゃないから不都合はないだろうけど。長期化しそうな不安が一番かな。確かにな。今回の任務、そのミッションに明確な達成条件はない。長期的に学校に潜入および生活をし、同じ世代の若者から多くの情報を掴んでくれ。通う学校やクラスなどの情報は後でメールで送る方がいいな。口頭で言っても意味がなさそうだし、聞き間違いが怖い。 OK。 あ、でも私携帯繋がらなかったんだ。こっちでの連絡手段の件ってもう解決してるの？何か通話に必要な手続きとか面倒なことをしないとダメならすぐにやらないと。ああ、それなら心配いらない。ここでの連絡にはこれを使ってくれ。もう準備済みだったのね。ありがとう。今かぐやにもこの番号を教えておこうっとって思っただろう。安心しろ、かぐやにはその番号もう教えてある。さすが手際のいいレクス様。ミカは謹慎中のため連絡不能だったのでしばらく諦めてくれ。さすがミカ。それでだ、自分自身の設定なんかは大丈夫か？実際の転入先は少し離れたところにある普通の学校。一度一緒に見に行くとしよう。うん、そうだね。平気だよ、その辺は。交換留学なんて言うと仰々しいが、もし間違った時は転校が多いから混乱したなどと言っておけば深く追及もされまい。あの時は短期間だったから助かったけど。それにしても内関係の学校が日本にあるのってなんか意外だね。ああ、この地に関与せずというのもあくまで我々裏の仕事方面での話だ。表向きの財団方面ではこの経済大国と呼ばれた国、少しずつでも進出しないわけにはいくまい。この国の人々も正義とか光とかが大好きなようだからな。売り込むのもたやすい。なんて考えていたようだが、東洋でも極めて特殊なこの市場性、なかなかうまくいかず
うちとしても相当戸惑っているみたいだがな。なるほどね。そういった表のことは私はよくわからないけど、この町のインバースたちの情勢はどうなっているの？ああ、半年ほど前にインバースのベビーブームがあったようだ。それを境に多くの個体が自身の能力に気づき、その一部が組織化。大きな組織は一つ二つ程度。幸い、まだ組織活動として目立った動きはないといったところだな。問題なのはそれ以外。急速な勢いで勢力を伸ばす者がいる。自らをパラドクスと称する者が連日目立って暴れているそうだ。パラドクス？噂話を聞いただけで相当好戦的な厄介者だ。何でもリバースを目指すと息巻いているらしい。恐ろしいな。今は組織というより個人で暴れている意味合いが強い。だからまだいいんだが、こいつが野心家でカリスマ高く器用に動くタイプだと後々面倒となるだろうな。以上を踏まえてのことになるが、こいつは危険性が高すぎる。決して近づくな。目も合わせないレベルで、様子も見ないくらいでいい。危ないっていうのは分かったけど、それほどに警戒すべき相手、放っておけないようなら私の命に代えても必ず。いや、どんなに放っておけなくとも放っておけ。無駄死にになるだけだ。逃げて帰って報告をするのも大事な仕事、わかるだろう？それはそうだけど。レックスには悪いけれど、いいえ、リヒトクライスの命に背こうとも、もしもの時は。そこは分かってくれ。もちろん最終判断は現場に任せるしかないが。分かった。できる限り慎重に行動する。そうしてくれ。使命も大事だが、君の帰りを待つ者は多い。それも忘れないでくれ。そう言われると弱いな。さて、あとは最後。君に頼まれていた日本の家族、両親の話なんだが。それはまだいいよ。まあ、言ってしまうとろくに分かっていないんだ。なんせ10年も前の話。リヒトクライスが日本に接点が薄いこともあって、調査は難航している。うん、そうだよね。無理しないで。分からないって言われて少しほっとしちゃった。ただ現場で遭遇した際に動揺しないよう、これだけ伝えておこう。以前より我らは人語を介する虚無がこの地にいるらしいという情報を掴んでいた。落ち着いて聞いてくれ。ま、これは真偽不明な噂話のレベルであれば常日頃聞くもの、改めて言うほどのことではないのだが、最近この神境の地でそれらしき虚無の目撃情報が出ている。現段階ではそれが今回の事件、虚無や夜の急増に関係しているのかはまだわからない。信号を介する虚無がここに。堀江、落ち着いてくれ。
平気か？ほら、そう怖い顔をするな。まだ確認は取れていないんだ。人語を介する虚無がここにいると決まったわけではない。人語を介するほどに頭のいい個体だ。危険を察知すれば逃げる可能性だって大きい。今そうして深く考えても仕方がないだろう。そうだったね。ごめん。無理もない。急にこんな話をしてすまなかった。ううん、一応先に教えておいてくれてありがとう、レックス。それは突然聞いたらびっくりしちゃうから。事前に聞けてるだけで心構えが随分変わる。ダメだな、まだまだ心が鍛えられていない証拠。もし戦いの最中に突然そんな喋る虚無と出会ったら、この動揺は致命的だ。喋る虚無のことも、君の両親のことも、今回の任務とは直接の関係はないが、この地に留まる以上無関係とも言い切れないことだ。解決のため私もできる限り協力をするよ。ええ、ありがとう、レックス。気にするな。私たちは皆似た境遇で育った者同士だ。織江のその気持ちは痛いほどにわかる。レックス。涙出てきちゃった。さあ、話は大体片付いたかな。暗い話、嫌な話、仕事の話はここまでとしよう。終わってない話は先送りとして、もう終わりだ。長いミッションの説明、気がつけば随分話し込んでしまったな。説明はあらかたしたし大丈夫だろう。抜けや漏れ、現場での問題点は随時聞いてくれ。うん、分かった。一息つこう。ここのおすすめのケーキは、注文の前に一つ聞きたいんだけど。あ、なんだ。仕事の話ならもう聞かないぞ。営業時間終了だ。違うの。さっきからこの視線というか、さっき何か心当たりある？ああ、
店員が注文はまだかと言いたそうにこちらを見ているな。我々が熱心に話していたから割り込みづらかったのだろう。入店から今まで何も注文せず水だけだから仕方ない。それじゃなくて、後半は私もヒートアップしちゃってたし。ああ、分かっている。結局仕事の話に結びつきそうで嫌なんだが、今から言おうと思っていたんだけれどな、気づいたら気づいたで面倒そうだし、先に甘いものかなって。ああ、わかった。この煮えたぎるような熱い気配、まさか、あの子がここ、日本に？ああ、いるな。気づいたか、あれに。ワーグナー様だな。やっぱり。我々より少し先、ほぼ同じタイミングでこの地に派遣されてきたという噂話は聞いていたんでね。この殺気の主はおそらく奴だろうと推測はしていたが。派遣？それならもう少し詳しく説明があってもいいのに。レクスが噂話しか知らないなんてありえるの？ああ、それに関しては弱ったな。どこまで説明するか。私が言うべき事柄ではないので、その判断かな。え？何？私、そういう情報はあんまり。いや、同期とはいえ、奴とはつくづく縁がある。そういうことさ。特に織江はな。それなのよね。なんでアーデルハイト様も人事部も赤騎士と私を一緒のタイミングでここに来させるんだろう。詳細は私も聞いていないことになっている。噂では赤騎士は今とある理由で謹慎期間中らしくてな。執行官としての活動、特に戦闘に関しては大幅な制限を受けている。うん、前にちょっと暴れすぎちゃったのが原因だったっけ。だな。今はアーデルハイト様より直々に言い渡されている謹慎期間中、大手を振って任務に出すわけにもいかず、対応に苦慮して織江と同じ場所に派遣されたんだろう。うちとしても君たちは時代を担う重要なツートップと認識している。人生の先輩でもある君が少しは面倒を見てやったらどうだ。先輩って、そんな、私とあの子で何歳も違わないでしょ。 なんで私が彼女のお守り役みたいになってるの。大体役職で言ったらあの子の方が上じゃない。私がそんなことを教える立場じゃないでしょ。特にあの子、なぜだか私をライバル視してるみたいで、いつもツンツンプンプンしてるからな。我々も世間から隔離され気味な生活上、割と世間知らずだが、中でもあのお嬢様はずば抜けて世間知らずだからな。君のような比較的常識人の保護者がいれば心強いというもの。謹慎中、次のレッドカードが出れば
いくら赤騎士でももう最後だ。家柄上の対面もあるし、そこまでの無茶はしないだろう。安心して接してやれ。それならレックスが見てあげてもいいじゃない。ライバルであるオリエが言うことに重みがあるんだ。私や他の者が言おうと心から納得はしないだろう。まあ、彼女への対応をどうするかは任務に含まれていない。最終的にオリエの判断に任せることになるが。この地、日本に謹慎のため来させられている赤騎士、その面倒を見るということは、つまり彼女と共にこの任務を成し遂げろということ。そして彼女に経験を積んでもらい、精神面での成長を促し、リヒトクライスを支える柱としてより盤石に。無理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 、そんなの絶対に無理。とりあえずさ、遠巻きにいつまでもいさせるのもかわいそうかなって思うの。かわいそうだな。私ならそうされたくない。というかだな、途中でこの邪悪な念を送るのを諦めるぞ。普通この執念はすごい。なんで邪悪になってるの？もう。会いに来た理由によっては放っておきたいんだけれどね。私、ちょっと声かけてくるね。そうか、気をつけてな。さすがにおとなしくしてると思うが、君が相手だと何をしてくるかわからないからな。まあ、君たちは一度大喧嘩するのもいいんじゃないか。この国には雨降って地固まるという言葉もある。案外殴り合いの両者ノックダウンの後に生涯の親友になる展開もあり得る。ありません。冷たいな。そこまで仲が悪いなんて。やはり。もうだから、それ誤解だって。私たちそんな争ってなんかいないよ。好き嫌いとか争う以前に、私の方はあの子のことほとんど知らないんだから。周囲から見るとそんなに仲悪そうに見えるの？喧嘩とか対立とかそういうのないと思うんだけど。私としては野次馬程度の興味しかないんで、仲はどうでもいい。そりゃ悪いよりは良い方が好ましいがな。それじゃ、店員にも悪いし、とりあえず先に注文しておこう。何か頼んでおくものはあるか？あ、うん、飲み物は紅茶で、ケーキはレックスに任せるよ。ま、とにかくちょっと行ってくるね。あの子連れてきてもいいよね。一緒にお茶とかしよう。ああ、あれとお茶。想像できないな。とにかく注意するんだぞ。
連れてお店に戻るだけなんだし、そんなに長時間の話にはならないだろうし、平気だよね。さてと、こうして外に出てきたはいいけど、あの子どこにいるのかな。まあ権限の力を弱く出しながら移動すれば気づくよね、あの子なら。行けば平気なはず。これがこの地での一番最初の試練になりそう。こんにちは。そこにいるのでしょ、虚無狩り。このような東の果ての地で出会うなんて、お互い奇遇なことね。このご高名な名門の方がわざわざこんな場所で私なんかに、どういったご用件なんだろう。それで私に何のご用？忙しい身であろうあなたがレクスを尾行や待ち伏せなんてことは冗談でもありえない。私の歓迎会を開いてくれるということでもなさそうだしね。オリエ・バラーディア、冗談が下手なことだな。歓迎会がお望みならとびきりの炎で出迎えるが、いるか？あなたも冗談はあまり上手ではなさそうね。当たり前だ、うまいわけがなかろう。私もこちらへと来て日が浅いのでな、死骸見物として人々の集まる場所を歩いていたらお前たちがいた。だから一応挨拶をした、それだけのこと。全ては偶然だ。そっか、ありがとう。あなたがここに来ているなんて全く聞いてなかったからびっくりしちゃった。けど、あの挨拶だけは
もう少し何とかしてよね。普通に声をかけてくれればいいでしょうに。気がつかないようならお互いその程度の縁であったということ、むしろ気づいた上で無視されるものかと思っていたがな。それでわざわざ挨拶をしてくれて、こうして私からの呼び出しに応じてくれたってことは、私に何か話があるんでしょ？何かしら。お前に聞くのも、尺なのだが。そんなの、全然尺とかそういうのないじゃない。気にしないでどんどん聞いてよ。あ、そうだ。お話なら、私たちがいたさっきのお店に戻らない？人目があるところはダメだ。ダメだぞ。あ、ごめん。そうなんだ。後ろの人たちすごく楽しそうだけど、仲いいのね。エリカ？私が？私がここに来させられた目的。はい？理由だ、理由！それを言え！お前が知っているのだろう？え？え？自分が日本に来た理由を教えろって、一体どういうことなの？おい、私の発言をちゃんと理解しているか？私がここに来ることになった理由を教えてくれと言っているんだ。何なんだこれは。なぜこんなことをお前に聞かねばならぬ。あなたが理解してないことを私が理解なんてできるわけないでしょ。させられた目的？まさかあなた、任務に来るのに内容を把握していないというの？私がここに混ざる必要ないでしょ？任務を言い渡す側とエリカと、必要なら後ろの二人も交えて、その辺できちんと話し合ってから来なさい。任務の内容。ああ、聞かされていない。アーデルハイトには、オリエに聞け、何かを感じ取れとだけ言われている。だから聞いた。ほら言え。何よ、そのアバウトな任務は。
それでいいのですか、アーデルハイト様、シルバリア様。私はそういう話を何も託されていない。アーデルハイト様は何をお考えなんだろう。さあ、お前には何か感じ取らせることがあるのだろう。早く早く感じ取らせてくれ。その変な言い方はやめて。アーデルハイト様、何ですかこれは。まさか私にこうしていかなる逆境にも耐えるよう心の訓練をさせようとお考えなのですか。いいですか、エリカ・ワーグナー。私のような浅き者には、あなたの求める答えそのものは、おそらくわかりません。ましてやあなたは、リヒトクライスを導くべき立場である、名門の人間。人に答えなど聞かずとも、おおよそのことは理解できていることでしょう。あなたのその強さ、剣としての立場、それはもちろん理解しましょう。しかし、触れるものすべてを切り、出向く先は一面焼け野原。そこを問題視されていることだって、あなたには理解できているはず。命を懸けた戦い、甘さは死につながる。厳しい対応も必然だとは思います。しかし、先日の件でも、あなたはいささかやりすぎている。このままではあなたは、いえ、我らリヒトクライスは、等しく死を振りまくだけの夜の死神と呼ばれることになる。あなたの名、ワーグナーのイエス氏、その将来を起憂し、ひいてはリヒトクライスのため、正義のため、おそらくアーデルハイト様は、あなたに見識を広げてほしいがために、ここへ向かうよう、私と話すよう命じたのでしょう。私を見る、私といることであなたの何が変わるのか、それは私などにはわかりません。けれどこうして話し、意見を交え、考え、悩むことに意味はあるはず。ねえエリカ、あなたとはあんまり話したことないけれど、これを機会に仲良くなりたいと思う。そういうところを考えてもらって、変えていかないと、ね。七重。え？ん？くだらないと言ったんだ。今更そんなことは分かっている。物事を最後に解決するのは力しかない。やらねばやられる、それだけのこと。我が身は剣、リヒトクライスに敵対する者をなぎ切るために存在する。お前だってそのことは分かっているであろう。それはもちろんそう、そこに異論はありません。問題はあなたは我らの剣であって死神の鎌ではないということ。剣とは
大事なものを守るための刃。触れるものすべてを切るのは剣にあらずです。それは散々語られてきたこと。お前までもがそんな綺麗事をこの場で口にするなど、いささか残念だ。オリエ・バラーディア、ためらい、悔い、涙しながら切ればそれで許されるか。そんなことは絶対にない。だから私は与えられた役割、教えの通り、ただ切り裂き燃やし尽くすのみ。分かっていないからやりすぎるだと？笑わせるな。分かっているから根絶やしにする。それが全てだ。する気はないよね、さすがにね。静まりなさい、若騎士エリカ・ワーグナー。我らがここで戦うなどあってはならないこと。非礼があったのなら謝ります。しかし全てはあなたを思えばこそのこと。許してもらいたい。お前に言われつとも、そんなことは分かっている。今のはこの地での任務のため、お前へのほんの挨拶、祝福の炎だ。だが忘れるな、仲良しとして過ごす気などない。お前との決着はいずれ必ずつける。ええ、全てが終わった後であれば必ず受けて立ちましょう。あ、個人的にはあまり喜ばしくはないけどね。この場で目障りなお前を消し済みにしたいのは山々だが、私は今アーデルハイトより死闘を禁止されている。家宝の剣も盾もあいつらに管理されていてな。もちろんこのままで戦おうと遅れを取る気などないが、それはいささかエレガントさに欠けるのでな。ベストの状態で臨みたいのだ。いずれ時が来れば私も戦へと出向こう。それまではせいぜい一人で頑張るのだな、オリエ・バラーディア。無駄に動いて勝手に死なないことは祈っておくぞ。一応お前のようなものであろうと、我らリヒトクライスの大事な戦力だからな。私の仕事を増やし、迷惑をかけないことだ。はいはい。まったく、その大事な戦力を自分の手で消し済みにしようとしたのに、何を言ってるの。あなたに笑われぬよう、志半ばに果てぬよう気を引き締めましょう。うるさい！
いちいちの返答など不要。お前は黙って聞いていればいいのだ。赤騎士エリカ・ワーグナー、私はエグゼクターとしての任務を全うするのみ。あなたと歩む道は違えど、目指すものは同じであると信じています。今はその思いに違いがあろうと争おうと分かり合えなくても。ふん、くだらぬ話はこれで終わりだ。帰っていいぞ。これ以上お前を見ていると本当に焼いてしまいかねないのでな。お芋じゃないんだから簡単に焼かないでよ。もう何も分かってくれてないんだから。ま、言ってすぐ分かる子じゃないし時間がいるだろうけど、仲良くやっていけるといいな。その制服、あなたも学校に通ってるの？なんだ、軽やかな雑談か。慣れ慣れしい。いいでしょ、去り際に少し話をする余裕もないのですか、あなたは。ふん、私も謹慎期間で社会勉強中なのでな。察しの通り、経験として学校とやらにも通わされることになった。面倒で仕方がないが、これも仕事だ。学校に通うことですぐにアーデルハイトの真意を見抜き、謹慎などというものは即刻終わらせてくれよう。普段からは想像もつかない姿ね。では行くぞ、村山、桜井、オリエバ・ラーディア。またそのうちにな。ええ、一緒にお茶が飲めないのは残念です。機会を改めて。ふん、お前とお茶など冗談ではない。カップで紅茶が湧き上がるというものだ。あら、そうですか。では次の機会に来ないならあなたは逃げたと、そうみなしましょう。なんだと？次の茶会必ず出向いてやろう。首を洗って待っていろ。首を洗う必要があるお茶会って嫌だな。やっぱり悪い子じゃないんだよね。はあ、いろいろ気を使って疲れちゃった。無事だったか、オリエ。相当お疲れのようだな。それで、あいつの様子はどうだった？うん、そんな変なことないよ。任務地が同じで偶然見かけたから挨拶だって。久しぶりだったから色々と話し込んじゃった。気に入ってくれて何よりだ。他にも気になるケーキがあれば注文していいからな。
れじゃあお言葉に甘えて頼んじゃおうかな。ああ、そうするといい。そうだ、先ほど連絡があってな、そろそろミカが許されるらしい。そうなの？ミカ、再試験受かったのかな？今回この地へ来る人員を選ぶのに簡単な試験があったんだけど、ミカったら慌てて浮かれて試験を受けたから回答欄が全部ずれてたとかで一人だけ落ちちゃったんだよね。試験自体は簡単なものだったのに、あの子ったら。上層部もまさかあの試験に落ちる人間が出るとは思ってなくて、それでも形式の上では一緒に行かせるわけにはいかなくて、本当に余計な面倒ばっかりかかって、で少し遅れていくって前提で本人の反省を促すためにもしばらく本部待機を命じられているっていうのが今のミカ。けどずいぶん早かったね。よっぽどおとなしく反省してたのかな。うるさくてかなわないんだそうだ。まあもともと筆記テストの不合格だ。そんなに重い仕置きにはならないよ。みんなに置いていかれたというだけで十分反省にはなっただろう。すぐに合流できるようでよかった。最終的にはもう数日様子を見て態度次第とのことだしな。ミカのことだ。きっとまた待ちきれずにバカをやらかして出発が延期されるから、期待しないで待つとしよう。そうだね。そういうわけでもう少しの間は私たちだけの活動となる。まあ実際に動くのは織江だけだが、来たるべき時が来るまでのんびりと学校潜入を楽しんでくれ。楽しむわけにはいかないでしょう、真面目にやるのに。気を使う必要はない。数少ない時間、普通の年頃の女の子として生活ができる貴重な時間だ。大切に生きてほしいぞ。普通の年頃の女の子ね。降臨の剣、名門たる一族ゆえに家訓や使命に縛られ、私にはそれがとても重そうに見える。考えないと。あ、すみません、オーダーお願いします。虚の夜へと赴き、執行官として戦うこの身、リヒトクライスに拾われたこの命、いつ失っても後悔なんてない。ずっとそう考えていたけど、そんなことだけを考えていたらダメなんだね、きっと。この問いには答えなんてない。
何が正解かなんてきっとわからないこと。進んでみるしかないんだ。これからの任務、学校へ赴き同年代の子たちとの生活を通して何かがわかるのだろうか、そして変わるのだろうか、そこにどんな出会いが待っているのか、それはわからないけれど、アーデルハイト様はこの任務を通じてそういうことに接する機会と時間をくれた、そうに違いない。やっぱり覚悟はしてたけど、大変な任務になりそう。学生としての生活、その期待と不安、これは夜や虚無との戦いとは異なるものけど、大丈夫、何が来ようと必ず乗り越えてみせる。リヒトクライスとしての使命、倒すべき仇だけじゃなく、喜びを分かち合える友達や共に歩む大切な仲間がきっとそこに待っているはず。ここから先大きく変わる予感がするかな。もちろんただの勘、根拠なんか全然ないけれど、先はまだまだ長い。これからこの地で私の戦いが始まるんだね。